山本上太郎の肖像写真、山本上太郎から1936年3月25日は、日本の実業家、政治家。三井物産の経営に携わった後代技士となり、南満州鉄道社長として、満州開発に尽力した。越前国福井城下、現在の福井県福井市に、福井藩市、山本上越の長男として生まれる。 出生数日後に、王政復古の大号令があり、廃藩となったため、明治5年に、一家で上京し、松平家の邸宅の一宮に住む。この時同伴の岡倉角造一家と知り合い、松平康志宗の遊び相手として、松平家にも出入りして育つ。9歳で母を亡くし、父親が再婚するまでの一時期、母の姉広氏夫婦の下で暮らす。明治13年に、 小石川小学校を卒業後、大学予備門を目指す進学予備校の強立学校や、杉浦重武の私塾にも通う。病気のため強立学校を中退後、叔父・吉田健三の紹介で、明治14年に、三井物産横浜支店に奉職。すぐに頭角を表し本店へ営転するが、道楽と相場を覚えて、三井の商船、頼朝丸常務に一年余り左遷される。 1891年上海支店に不任1901年上海支店長に就任。帰国した翌年の1909年、常務取締役。1914年、シーメンス事件に連座して退社。その後は事業家として再出発し、多くの会社の社長、役員を務める。1920年の 第14回衆議院議員総選挙で、福井県第一区に、立憲政友会から立候補して、当選、以後4選される。政友会では、幹事長等を歴任し、山崎武志ら10名前後の参加議員を抱えていた。1927年から1929年まで、南満州鉄道株式会社社長。大胆な改革を行い、満鉄中高の祖とも言われたが、 超作林爆殺事件を機に後ろ盾であった田中義一内閣が瓦解し辞任する。茶人としても知られる。1936年3月25日死去。去年68。玉霊園に眠る。ありがとうございます。